ど、こちらのテニスシューズ履いてテニスしたいと思います。どうもこちら、ワッキーです。トリトン、はい、あれ今日またプリンスいないの？トリトンはあのウィンザーさんのね、撮影の時よく来てくれている、そうですね、撮影スタッフ、助手です。で、トリトンはまあまあテニスもできますもんね。まあまあ、はい、とまあそんなことどうでもいいや。トリトンこれ見て、はい、このおラコステさんのなんとテニスシューズなんですね。おこれいいでしょ、かっこいいな。これラコステさんから、3月に発売された AGLP21 ウルトラっていう、テニスシューズでございます。これかっこいいでしょ。ラコステのテニスシューズ、そうなんです。これね、テニスシューズの中でもわりかしお値段がなかなかすると思うんですよ。おラコステさんのテニスシューズでも珍しいよね。いや、ないっすよ ね。で、今これがあの世界ランク2位のメドベージェフがこの前のマイアミオープンからね、履いていたり、ラコステさんってやっぱその俺も今これ着てる通り、そのポロシャツとかこういうウェアとかがやっぱ印象深いですけど、テニスシューズって結構斬新ですよね。斬新ですね、うん、このラコステさんのこのロゴついてるだけで結構高級感がね、いや、いいですね、増すというか。うん、でね、あのこの持った感じがむっちゃ軽いんですよ、これ、で、この裏がここはちょっとバーってずっと続いてるんじゃなくて、ここにこう、なんだろう、空白があって、はい、今回こちらのテニスシューズをね、履いてこのカメラ越しにいるトリトンと、はい、はい、テニスしたいなと思って。僕も、まあ、ぶっちゃけて今までそのテニスシューズって何がいいとかってあんまり分からなかったんですよね。うん、だからまあ実際に履いてみてできるだけ皆さんにこう感想をお届けできたらと思いますので、じゃあトリトン一緒にテニスやってくれませんか？もちろんです。AGLT21 を、履いてトリトンとテニスしたいと思いますので、はい、タイブレイク4勝負よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきます。
チャンスだもんね。いや、トリトン、はい、これ、入ってやってみたね。いやー、やりましたね。今回、トリトンとタイブレイク4本勝負やって、まあ、結果が2勝2敗っていうね、ちょっと僕にとっては不甲斐ない結果です。僕は不甲斐ないです。この AGLT21 ウルトラを履いた感想なんですけど、まずは一番、履いた瞬間に思ったのがですね、このかかとのフィット感なんですよ。うん、ここのね、すごいクッションになってるじゃないですか、はい、ここのね、フィット感がすごくて、うん、あと安心感っていうのかな、すごいこうね、かかとが包まれてる感じがすごいしたんですけど、結構がっしりしてますもんね。そうなんですよ。で、このクッションね、こう映像でお届けできてますかね、これすごい柔らかいんですよ。へー、なんかかかとがここまでこう包み込まれてる感覚って、今まで僕テンシューズ履いてきたのってあんまりなかったような気がするんで、なんかここがまず印象的だと、あともう一個はむっちゃ軽いです。軽いです。すっごい軽いです。確かに動き軽かった、はい、テニスしてて足に意識いくことがほぼなく、もう快適にテニスができたっていうイメージがすごく強くて、はい、全くこう滑りとかもそんなに違和感なく、本当になんか安心してテニスができたっていう感じがあったんで、ちょっと僕これからこの相棒とともにね、テニスやっていきたいと思います。はい、やっぱりこの安心してテニスができるっていうのはすごいいいなと思って、そこがなんか僕はすごい嬉しかったですね。はい、であとやっぱこうラコステのこのテニスシューズを履くという、なんかこの高級感、やっぱなんかおしゃれですよね。うん、あとなんかここね、この部分が触り心地がいいんですよ。へー、はい、あー、なんかデザインも斬新ですね。なんかそうなんです。僕はもうこれからこちらのシューズをね履いて本当ね、今年なんかテニスの大会とかね出たいなとも思っていたりするんで、うん、もしかしたらこれを履いて、僕は大会に出るかもしれないです。じゃあこちらの、テニスシューズ、AGLT21 ウルトラですね、ラコステの店舗および、オンラインストアで、お求めいただきますので、ぜひご興味がある方は購入してみて、こちらでテニスをしていただけたらと思います。はい、じゃあ本日はここで終了したいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Digital landscape.
Digital renderings of virtual realities. It's about agility, focus, and performance.